文化放送、毎週月曜日から金曜日、午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから、長野智子アップデートで検索してください。大竹のもっと言いたい放題、月曜日はこの時間も引き続き、経済アナリスト、森永拓郎さんです。 はい、いということで、今日は、はいうん、あはトランプ大統領の話をしたいと思うんですけれども、日本時間の今日の午前3時ぐらいですかね、バイデン大統領が選挙戦からの撤退を表明して、これで民主党はハリス副大統領を、はいえー、候補者にして戦うということなんですけれども、まあ、CNN の直後の えー、世論調査を見てもですね、はいうん、ハリスさんに差し替えたとしても、うん、やっぱりその支持率3ポイントぐらい差がついているので、うんまあ、トランプ大統領の当選っていうか、ね、あの大統領就任っていうのは揺るきそうにないっていう状況になっています。はいうん、で 今日私がお話したいのは、うんうん、そうなった時に何が経済で起こるのかっていう話なんですけれども実はこのトランプ大統領はジャイアン戦略っていうか君のものは僕の。 僕のもののもも僕の、うん、もう自分のことしか考えない、はい、アメリカのことしか考えないっていう戦略を取ってでこれ例えば為替について言うと、うんえー、バイデン大統領はその円安ドル高放置だったんですけどそれを切り替えると、うんえー、ドルを安くするんだでこれは私はずっと経済企画庁等々で分析してきてトランプの言うことの方が 正しいんですねドルを安くした方がアメリカ経済全体、はいうん、パイは大きくなるっていうのはこれ間違いないんですよ。うんうん、でさらにですね、はい、その就任と同時に電気自動車の普及義務を終了すると、うんうん、だからもう EV なんかいいと環境なんか関係ねえんだと、うん、もうガソリンバンバン使うぞ、うん、えでこれは 経済の足かせをなくすわけですね。はい、でさらに今度関税についてはアメリカに輸入する全ての製品に10%の関税を課す。うんはい、中国のはもっとすごいですね。中国は60%だ。ーでそうするとさすがに60%も税金かけられると、うん、中国は。 それは当然輸出しにくくなだからこう経済的にはこれ近隣急防政策っていうんですけど、うん、周りの国を踏み台にして、はい、自分の国だけよくする、うん、メイクアメリカグレ t トアゲイン、うんうん、戦略なんですけれどもさら、うん、にです、うんえー、大統領に就任したら、はい、っていうか就任を待たずに、うん ウクライナでの戦争を終結させるこれどういうことを言ってるかっていうと、うん、ウクライナまあゼレンスキー大統領とも話をしたようですけれども「はい、俺が大統領になったら軍事支援を打ち切るぞ」うん、アメリカに軍事支援を打ち切られたらやられちゃうわけです。ね、はい、いやそれは困りますよ」なんなん,なんとかしてもらえませんか」えー、言ったところで「分かった」とじゃあ俺が。うん プーチンと話をするから、うんうん、その代わりを前、東部の,その今占領されてるところをごそっとロシアに渡せと、それで手打ちだ、うん、クリミア半島プラス今の,あの紛争地域2つ、ドネツクだっけ、ねはい、それをロシアに渡せであの、うん、この取引にはロシアも乗ってくるわけですら 私は短期的には平和になる、はい、さらにアメリカだけに限ってみれば短期的にはアメリカ経済は良くなるでそれを見越して例えばあのニューヨークダウが最高値を更新したりしてて私はそのマーケットの見方っていうのは今回は正しいんだと思いますただただなんですこれあくまでも短期の話 はい、せいぜい23年、うん、そうで、うんうん、その後に地獄が待っているわけですよ。どう、はい、でまずそのこの領土問題について言うとね武力による国境線の変更はしないっていうのが、うんはい、戦後世界が作った最大のルール。 羊を守る、はいで、このルールを破るとね、はいうん、むっちゃくちゃになっちゃうわけですよ、すうん、だから武力で国境線を変更しちゃいけないっていうのを、何が何でも守らないきゃいけないの、うん、トランプは無視しようとしているわけですね。 イスラエルの方もそうなりますよね。うん、そうなんですそ,そうそうそうなんだ,、うん、だからもう、うん、えー、局地的な紛争がどんどん起きていく、えいうことが起きます。うんうん、そして、中国をはじめとして、アメリカの以外の国は、みんなこのトランプによっていじめられて、不満が鬱積していくわけです。はい、アメリカだけが栄える。 もう共助共栄の精神全くないですから、うん、でそうするとその不満が鬱積する中で何が起こっていくのかっていう問題なんですけれども、うんはい、これは過去の歴史を見るとそういうブロック経済化して自分のところのわがままだけを言う大国が出てくると。はい これよくない話なんですけど世界戦争になっていくっていうのが今まででの歴史なわけですねそれがあったからこそ国連作って協調し合っていこうという形になったのにそれも踏みにじっちゃう,そうだからこのなる、ね、短期的にはいいんですけれども、うん、要するにトランプがやろうとしている政策っていうのは。 地獄の奈落の底に向かって思いっきりアクセルを踏むような政策なんですよ。なら私は当面はいいかもしれないけれども、何、うん、とかしてこれを止めないと世界が危ないことになるぞって思うんですけど、残念ながら我々には何の投票権もありません、ね。そうですね。で、今、 私は、ね、トランプはずるいなって思うのはこの暗殺未遂銃撃事件でね、うん、その自分が生きていた、うん、ちょっとでもずれてたら命がなかった、うん、それは事実なんですけれども、うん、それは神のご加護があったから。うんはい、つまり自分には、うん 神様がついているんだっていう戦略に出てるんですね、うんうん、で私はそれは反則でしょうあの選挙っていうのは政策と政策をぶつけないといけないんですそこに神様持ち出してですね俺は神だっていうのはちょっといかがなものかなって思うんですけれども残念ながら選挙権がない ままあね投票はできませんから <laughs>、ね、日本にはねでもあれですよねあの宗教からの自由があるっていう言葉を残した人がいらっしゃいますけどね <laughs>、はい、それもやっぱしねその寛容さみたいなのも結構大事ですよねだからなんかねもう本当にねやっぱりアメリカも実は今まで何が起こってきたかっていうと、うんうん、日本以上にとんでもない格差が 起こって、はいはい、いるんでその虐げられた人たちっていうのが、うん、冷静に平和を求めたり平等を求めたりするっていうところを通り越しちゃうと何が起こるかっていうと。うんうん とてつもなく強いリーダーが出てきて、うんはい、その人が革命的に世の中を変えてそれで自分が浮かび上がるんじゃないかっていう妄想にとらわれてしまうんですよ。と、うんはい、はい、トランプがやろうとしているのはパイは増えるんですよ。うんはい、だけどそれはどこ行くかってと全部アメリカの大企業富裕層に行くわけです。でもあの副大統領は ホワイトベルトに入たバンスっていう人ですけどそっちの方に恩恵はいかないんですかそこはいやいや言わないと思いますもうあいつが気に入らないのはね、うん、最初トランプ批判をしてたわけですよところはトランプ大統領になった瞬間にですね、うん、そのすり寄ってっていやあなたこそ最高です、うんうん、そういうねこう太鼓持ちみたいなやつ大嫌いなんですよう私もう信念がない <laughs> あのでもドイツもこいつも、はい、みんなトランプに今なびいている、はい、やばいなと思います、はいはい、あんまりいい方向に行かないみたいですね以上大竹のもっと言いたい放題でした明日火曜日は武田佐哲さんがいらっしゃいます <laughs> 森永先生ご出演ここまでですありがとうございました、はい、ありがとうございました、うん、気をつけてお帰りください